田村敦史のニュースクラブ今週も始まりました田村敦史です一緒に番組を進めていくパートナーはですあ弁護士のまさきさんと、えー、本日はですねまさきさんがリモートでのご出演となります、えー、はいよろしくお願いしますお願いしますさあ、えー、先週からですね文化放送の砂山啓太郎アナウンサーはオリンピック リポーターの担当ということで、パリに <laughs> 出張中なんですけども、えー。今日は特別に憲法学者の木村聡太さんにオープニングから。最後までお付き合いいただきたいと思います。木村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木村さんはオリンピック、今回見られてますか。はい、まあ、あの開会式から見ましてですね。あとは、はい、あの姿勢を良くしたいと思って、見本になるんじゃないかと、うん、馬術競技を見ております。<laughs> 馬術、馬術、確かメダル取りましたよね。メダル取りましたね。そうですよね。えー そうそうあの姿勢を良くしえっとまああのオリンピック競技に限らず乗馬ってあの馬に負担がかかるので姿勢をよくして乗らないといけないらしくって、うん、皆さん姿勢がいいとそれから馬術競技の会場はベルサイユ宮殿ですので、はい まあかっこよくスイスの選手なんか白馬なんですけど、うん、ベルサイユ宮殿の中を白馬でカーッと駆け抜けていく姿は非常にかっこよかったですね。へえー、そっかベルサイユ宮殿でやれるとかやっぱなんかねフランスっぽいですよね。さあ、えー、そういうのをですねあのいろんな種目をきっとこの方見てると思います。繋ぎたいんですけどたん 寝起きななのかな寝癖が寝癖丸出しでさっき起きたらしいんですよ <laughs> で5分前まで「すなちゃんと電話つながんないすなちゃんと電話つながんない」っつってスタッフがもう右往左往してたんですけどギリギリで「いやえ起きてましたけど」みたいな,なんか <laughs> ちょっとつないでみましょう「すなちゃんボンチュおはようございます」<laughs> 元気ないのよサバ いやさすがにね, <laughs> 全然ね5分ぐらいまに起きましたね今日はね危なかったですねあギリギリでしょギリギリでしたねちょっと、ね、昨日ねインタビューが夜のインタビューの担当で、うん、2>, 2時ぐらいに帰ってきたんですホテルにねあ2時に帰って今そちら何時ですか6時ですあだから4時間もう寝てないてまあ3時間でそうですそうですね3時間で起きなきゃいけなかったんですけどちょっと 危なかったですね。いやいやパッと、なんか目が覚めましたね。ね <laughs> パッと目が覚めたというか、こっちはもう何度も鳴らしてるっていう感じなん、ね。いやいや、そうそう、あの電話のすべて鳴らない設定になってるんで。あ、そうなの。<ー>でね、目覚ましはね、かけたつもりだったんですけど、目覚ましかけてなかったですね。うん、そうか、そうか、何かが呼んだんですよね。パッと起きましたね。よかった。な何かこう虫の知らせ的なものがあったってことね。 でもやっぱり、ねうん、木村さんがせっかく「サバ」って声かけてるのにもう全まあでもちょっと毎日大変なんでしょうけどもうだいぶねオリンピックも始まってもう序盤戦が終わったのかな。 もうそうそですね折り返しは過ぎましたね。疲れも溜まってると思いますがいかかがですか金メダルの瞬間とか見ました金メダルの瞬間はまあまあみたいな最初が何でしたかね <laughs> 女子の,あのスケボーのストリートですねお<ー>14歳の吉沢さんと赤間さんの金銀ですねはい、はい、あれも見ましたし、うん、あとははい、まあ <laughs> 一日一個ずつぐらい見てますよ。全然ちょっと頭回ってないですね。すみません、ね。なんかすごいそっちのなんか生の情報聞きたいんだけどなんか寝ぼけた親やつ喋って。体操男子団体ですね。<laughs> <え>体操男子団体あのすごいじゃない。うん、はい。大逆転ですね。あれ見ましたね。うん、いや大逆転のその感動を伝えてほしいんですけど頭が回ってなさそうですね。<laughs> 今そうですね。ちょっと感動伝えるんですよね。<laughs> <laughs> いやでも本当はあの僕はアテネの,あのオリンピックの時ですねあのよく映像で流れます栄光の架け橋だってパンと立つあれを見た時からまあいつかこう体操のまあ団体の金メダルってのは見てみたいなまあ,あれをきっかけでこう体操を始めたっていう子たちも多いですけどまあ今回もちょっと厳しいかなと最後の1種目残して3点差っていう。あの 体操ってこう落下したらマイナス1点とかで、うん、1>, まあ1点差の逆転っては結構あるんですけどもう3点あるとほぼないなっていう感じだったんですけど選手自体は絶対何かあるぞって言ってこう本当に諦めなかったって言って<ー>最後に、まあ、ちょっと中国のミスが出てちょっとかわいそうでしたけど、うん、まあその間にちゃんと日本が。 確実に点を取ってたので、まあ、最後の最後のほんと逆転して、うん、大逆転でしたよね。大逆転でしたね。あ、うん、逆にあの、ね、バスケットの逆転された方は見てないんですか。バスケットのねあの逆転されたは見てないですね。フランス戦ですよね。そうそうあれもいい試合だけどね。はいうん、そうですね。あれはなんかフェンシングのなんか唯一俺にさ写真送ってきてくれたじゃない。はいはい。なんか選手一人映ってない。い ただのフェンシングの会場の写真を俺に送ってきて、<laughs> 何なのこれみたいな。で選手の写真が欲しかったんですね。いやそれはなんか戦ってる瞬間が見たいじゃない。なんか誰もいない <laughs> ななただのフェンシング会場の写真。だからありがとうとも俺返してないしな。っ写真しかな <laughs> そうですね。<laughs> 既読スルーしてやったんですよ。いろいろこうちょっとねこうなんかこう権利の関係じゃないですけど。あ。 あんまり撮って、写らないような写真はちょっといっぱい、一応証拠写真じゃないですけど。参考にはいろいろ撮ってるんですけど、それをこうちょっと送りましたけど。なるほどね。選手がちょっと写ってるやつを送りますかね。<laughs> いや、せっかくなんで、こう、なんかね、こう、エペで金メダル取ったじゃないですか。そうですね。その瞬間とかね。昨日、の、はい、あのエペの団体も取りましたし、その上、女子のフルーレもね。 ししすごいよね、フェンシングの躍進、うん、すごいですね、うんはい、まだあの去年の世界選手権での男子のフルーレが金メダルというか1位になってるんですけど、うん、それがまだ日曜日に残ってるので、うん、またさらに増えるかもしれないですね。なるほどねいやでも、いいいろんな試合見れてやっぱ羨ましいよね、うん、寝不足だろうけど。<laughs> ね、パリですね,そうね <laughs> リスナーから募集したパリでやってほしいことは一つぐらい達成できたんですかいや一応ちょっとずつはやろうとしますあのしエッフェル塔と写真を撮るやつですね本当だ例のポーズですね例の例のポーズって言うとあれですけどね <laughs> 姉さんと同じポーズをエッフェル姉さんたちと同じポーズで、はい、これはもうアップされたんですか こちゃんの番組には送りましたけどなるほどじゃあ今から、はい、番組のあの X の公式 X の方でアップされますので <laughs> あんまり炎上しないように、はいはい、<laughs> そうですね、うん、お仕事でね行っ,、ね、ってますのですね、はい。他には他のパリのそのゆかりのあるというかきち、うん、さんと うん、渋沢栄一さんがともにこうパリに行ってるんで、うん、2>, こう2人のお札を手に持ってあのああ写真を撮ってきてくださいって言われて、うん、それの僕が写ってるのはグランパレっていうあのフェンシングの会場でもあるんですけどここがあのパリ万博の時に作られた建物なんですね、うん、1900年。うんで 渋沢栄一さんがいわゆるバックからこのパリ万博に派遣されて必ずここに行ってるはずなんで、うん、そこであの写真を撮ったんですけど、うん、痛恨の,あの渋沢栄一さんのちゃんと両替はして持ってったんですけど、うん、そのお札をあの。 ホテルの部屋に忘れる,っていうのるミスでユーロで撮ってますいや普通の観光客やん <laughs> ユーロでさ写真撮られても撮り直します <laughs> 観光客にしても不審ですよ<う> <laughs> いや危ないですよ本当<っ>こんなお金さらして外にそ,うそうですよ <laughs> あいつなんですられたいのかってことになるからね狙われ放題だなと思いながら出しましたよそれでもちょっと重要よっていうのがせこい <laughs> そうですね <laughs> 思ってんだろうっていうね <laughs> 10ユ,10ユーロで10枚ぐらいしか持ってないんですよ現金であそうなん <laughs> あ,あう、ね、現金をね <laughs> あんまり持ち歩かないほぼ現金使わないですからね、うん、ちょっと渋沢栄一をちゃんとちょっと持っていかないと、うん、木村さんから何かなちゃんに聞きたいこととかないですかパリあのウランパレもそうですけどどこも会場が非常に素敵で観光案内のようだといわれますけどうす、ね、どうですかはいあの競歩があるじゃないですか、はい、競歩って今までななんんかこうそんなに まあこういった失礼ですけど派手さはないあ<ー>まあ地味な競技でしたけど、うん、今回の開会式の式典の会場になったトロカデロ広場っていうところが発着スタートゴールで,ーなです,すぐ家流しっていうのが本当にあのスタート地点から真正面にエッフェル塔を見ながらこう歩いていくっていうこ、うん、んなに絵が映える競歩は初めて見たなと思って <laughs>、うん。 今度あのマラソンが来週末ありますけど、うん、マラソンがまたいろんなところを多分散りばめてそうね,、うん、ねパリの街並みを見ながら選手の頑張りが見れるっていうねそうですね、うん、すごい難易になるだろうなっていうのは改めて思いましたねまさきさんはすなちゃんに何か聞きたいことないですか、はい、えー、じゃあすなやまさんこれから注目どこ注目してったらいいですかおすすめ教えてくださいこれから僕 今回僕一番注目始める前から注目してたのがあの男子のフフルーレフェンシンシグですねいわゆる東京で4位だったんですけど準決勝で敗れたのが相手がフランスなんですけどその敗れたチームにいた人がその後日本のコーチになって。 去年世界選手権で優勝したっていうどうやったらあと一歩届くのかってそれを一番知ってるのは日本を破ったこの人だろうっていう人にこうピンポイントでまあ声をかけてまあやっぱりその人の指導力が素晴らしくて順調にあと一歩が伸びたっていうまあこれがまあ本番フランスでねパリでどうなるかっていうのをちょっと楽しみにそれいつなの程それで日曜日です。あ明日じゃん 明日です今日はどうするんですか今日のこの後の予定は一回寝るんです今日この後は柔道の団体戦がありますんでそちらにそのまま柔道の団体戦も前回東京でいっぱい金メダル取りましたけどこの団体戦はフランスに負けてるんですよね。っていう今回フランス対日本おそらく決勝この対決になると思うんですけど今度はこの。 節約するのか、それともこう圧倒的な声援ですよフランスの、うん、その大声援でフランスがまあ文字通りちゃんと力を発揮するのかっていう、うん、はいそこはちょっと楽しみにしてますね。一回寝るのこの後いやもうこのままですね。えー？三時間ぐらいしか寝てないじゃない。うんうん、寝れるなら寝た方がいいですよ。ねこのままはいでも一応もままち思い切って一日休んでみるって言ってもあるよ。<laughs> 今日あのなんか別のインタビューがまた発生してて、うん、発生その人の発生っていうんです <laughs> 発声ってなんかメダルを取ったらネガティブなね、うん、あのインタビューがあってそれに行くメンバーの代わりにじゃあ動ける人が動きましょうっていう感じなんでいやまだちょっと自分を褒めてあげてください、はい、寝起き5分でこれぐらい喋れるアナウンサー僕は見たことない <laughs> <laughs> プロです。<laughs> ね、さすがプロだと思いましたよ。<laughs> い,やいやいや、まだまだ続きますけども。すな <laughs> ちゃん、はいパ、パリオリンピック、はい、あのレポート頑張っていただきたいと思います。はい、また来週。また来週、お会いいたしましょう。はい。ありがとう、すなちゃん。ありがとうございました。ありがます。ありがとうございました。では、始めてまいりましょう。田村哲也ニュースクラブ、本日もスタートです。 東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦史のニュースクラブここからは今週の気になるニュース今日は憲法学者の木村聡太さんとお送りしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあ今日は砂山アナがパリオリンピック取材中ということで先週に引き続き文化放送の鈴木俊夫解説委員にもお越しいただいておりますよろしくお願いしますはいお願いしますであの 早速なんですけどすなちゃんの,あの疲れきったあ疲疲れれてるったその表情を今「あのニュースクラブ」の X の方に投稿したんですけど<ー>そしたらリアクションが「声だけしか知らなかったが」 もっとお若い方でもやっぱ疲れてねだいぶご年配の方に映ってるって日頃ね実際の年齢よりも若く見える人なんですけどもやっぱり油断しちゃって寝起きになるとね本当の年齢がねほ本当の年齢以上のね以上の感じ出ちゃうってのありますまあ確かにね地球の真裏になりますから放送は昼で競技は夜ということになるんでもう24時間本当にまた寝る時間 な,なくなっちゃうんですよね。こうなるのも仕方ない。もう無べなるから。さんから見てもね。ねはい、それにしてもね、ちょっと疲れ方も尋常じゃないなって感じも <laughs>、ね、まも、ね、来週どうなってるのかね、すごく気になりますが。そうだね。では今週のニュース、斌さんお願いいたします。一、はい、つ目は時事通信から、パリオリンピック日本の金メダルは世界2位の8個。パリオリンピック大会は8日目まで終えて。 日本のメダル総数では18個金メダルの数は8個ということで、えー、非常にですすね好調をキープしています今大会で日本は柔道女子48キロ級男子66キロ級男子81キロ級スケートボード女子ストリートスケートボード男子ストリートフェンシング男子エペ個人体操競技男子団体体操男子個人総合で金メダルを獲得しています。 続いては共同通信から、オリンピック出場選手のに関連し SNS で出場選手を中傷する投稿が問題になっていることについて森山文部科学大臣は国を代表して全力でプレーした選手を妨害する行為は決して正当化されるものではない残念で悲しいことだとの見解を示しました。 日本選手団は今月1日に SNS などを通じた中傷について侮辱や脅迫などの行き過ぎた内容に対しては警察への通報や法的措置も検討するとの声明を出しています3つ目は毎日新聞から東証大幅下落終値2216円安 昨日2日の東京株式市場の日経平均株価の終わり値は前の日と比べて2216円63銭安い3万5909円70銭で終わり値の下げ幅としてはニューヨーク株式市場の大暴落ブラックマンデーの翌日の1987年10月20日につけた3836円48銭に次ぐ歴代2番目の大きさとなりました。 アメリカの景気の先行き懸念から投資家のリスク回避性が強まったものとみられています続いて4つ目は産経新聞から広瀬恵参議院議員首相給与左手の疑いで家宅捜索自民党の広瀬恵参議院議員が 公設秘書に勤務実態があるように装って国から支給される秘書給与をだまし取っていた疑いが強まったとして東京地検特捜部は詐欺容疑で永田町の議員会館事務所や都内の自宅などを家宅捜索しました。 関係者によりますと広瀬氏はえ令和4年の年末から令和5年の夏にかけ公設第一秘書の妻を第二秘書としてえ地元の盛岡市の事務所で雇用したとしてえ毎月数十万円を国から支給されていましたが勤務実態がなく合わせて数百万円分を騙し取った疑いが持たれています。5つ目は朝日新聞から7月のの熱中症疑いの死者東京23区で 123人東京23区内で今年7月熱中症疑いの死者が123人いたことが東京都観察医務員への取材で分かりました前の年の同じ時期と比べて28人増え7月の死者が100人を超えるのは2018年以来6年ぶりです死者123人のうち98%の121人が屋内で亡くなっていてエアコンの使用状況で見ると エアコンはあるが未使用が79人エアコンなしが28人エアコンを使用していた人も14人いたということです6つ目は東京新聞からハマス・ハニヤ最高指導者殺害されるイラン革命防衛隊はパレスチナ自治区ガザでイスラエルと戦闘を続けるイスラム組織ハマスのハニヤ最高指導者が訪問先のテヘランで殺害されたと発表しました ハマスも同じ日に殺害を確認したと声明を発表ハニヤ氏はイスラエルによる襲撃を受けて死亡したと主張していてこのことがガザなどの中東情勢に大きな影響を及ぼすのは必至となっています最後はスポーツ報知から星野明老眼鏡デビュー、うん、タレントの星野明さんが自身の SNS で老眼鏡デビューを果たしたことを報告しました星野さんは 大人のメガネ始めましたしっかり検査をしてもらって好きなフレームを選んで出来上がりましたというコメントとともに別校のフレームの老眼鏡の写真をアップファンからはお年頃ですね私も最近大人メガネデビューしました同時期で嬉しいといった声が寄せられています。<laughs> 今週の主ななニュースをお届けしまししまた同時期だと嬉しいのなんですねそうなんですよ、ねう えということで、えー、あ、今はね、あの金メダルの数が世界6位、あ、あの最初ね、あの1位で2位になって、あの今6位になりましたね。ちょっとね、あのー。 水泳なんかがね、あの思ったほど伸びませんでしたのでね。いうようなことでございます。今は現在は六位。でもそれでもね立派なもんですよ。金メダルは八個ですから大したもんですよね。まだまだ続いてますからね。応援したいと思います。そうですね。さあ、木村さんが注目したニュースどれになりますか。まずあのやっぱりハマスのハニヤ最高指導者が殺害されるというニュース事件で。 えとまあ、こちらの方本当にあの戦線がどんどん拡大をしていっているという印象を <laughs> お皆さん受けていると思うんですけれども、うん、えまあこれってあの結局イランの領域内でやってますので、はい、まあイランとして穏便に済ませることはなかなかできないだろうと。はい、でイランが何か反応した時に あの今度はじゃあアメリカがどうするのかというようなことでどんどん戦線が拡大して生きかねないということをもうあのそれでもいいと思ってやっていると思うんですけれども、うん、これはの本当にあの世界中の人が心配をしている状況だと思うので、うん、あのぜひここはあの自制する方向に向かうように日本も動いいいてほしいなと思いますねこれはその中東情勢に今後どう,どういうふうな影響をもたらすというふうに。 結局そのイランに イランは割とやっぱ今回の事態に対してかなり自制を聞かせてたと思うんですけれども、はい、その中で領内でこういうことをやると遠隔爆弾を使ったって話でしたかね。うん、っていうことになるとこうどうしてもイランの側から報復を、うん、あの仮に指導部がんあのやりたくないと思っていても国内世論の突き上げはあるでしょうから報復をせざるを得ないで報復があったらそれに対して当然イスラエルも対応して。うん であの戦線が拡大をしていってアメリカをこうどんどん引き込みたいというのが多分イスラエル指導者の意向だろうと言われてますから。うん えとそういう方向になってくるとアメリカを巻き込んだもっと大規模な戦闘になってきちゃうかもしれないということが心配をされている状況を、ねまあ、一応、アメリカはあのこれは今、もせっかくこう交渉を何とかしようとしているところで全く役に立たない行為だという,ふうにバイデン大統領が声明を出してまあ、してその後まあハリスさんあの副大統領と一緒に、えー、とあのネタニヤフ首相と まあ、あの連絡を取ったというふうに報道がありますけれども、うん、まどこまであのアメリカ、あとイランが、えー、ま自制をしてことを収めれるかっていうところになっているかと思います。なるほど。でも、大統領選もあるじゃないですか。だからこの問題をトランプさんにしても、ハリスさんにしても、どういうふうに。 あの手腕を振るうのかっていうことをアメリカ国民にやっぱ訴えていくぐらい重要視されるところではありますよねアメリカの国内世論は、うん、あのイスラエルを強力に支援しようっていう、うん、そういう世論もありますから、うん、えとなかなかその自制、えー、一辺倒という交渉をしてしまうと大統領選ということになるので。 えとまあ、なんとかその世論に配慮しながら、うん、えできることをやっていくっていう局面ですよね他に気に気なるニュースオリンピック選手への誹謗中傷で、はい、これ東京五輪の時もありましたけれども、うん、やっぱり、まあ、毎回、苛烈になってきているようで、あのー、非常に残念なことであります。うん えーまあ、やっぱりあの日本選手団が声明出しているようにあの侮辱や脅迫っていうのは当然犯罪ですから、うんえー、やる側はあのそのラインは越えないようにということは重要だと思いますね。うん、でまたあのやっぱりそのここで出てきてるような誹謗・中傷って日本選手団だけでなくて、うん、いろんなところであの行われておりまして。うん まあ例えば、本当にこうこうあの在日のクルド人の方とか在日コリアンの方に対する誹謗中傷っていうのも非常に苛烈なものがあったわけですからそういう時にあにきちんと政府が声明を出すっていうのはいいことだと思うのでまあこの選手団の問題だけに関係だけでなくてですねあのこういう誹謗中傷ラインを超えた誹謗中傷は許されるものではないということは,これはオリンピックに限らず出していってほしいと思います、うん。 僕も誹謗中傷されてその情報開示請求をしてで実際にその慰謝料とその弁護士費用をその方から僕は払ってもらったんですけどそういうことを僕はやりますよっていうかまあやりましたよっていうだけでもう僕に対する誹謗中傷も。 ほぼなくなったんですよねだからやっぱり動くっていうことも大切だし僕プラットフォーム側も何かもっとできることあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですね,ねえ、っと開示請求はどれぐらい あの開示請求の仕組みが割りと改正されましてやりやすくなったと言われているんですけれども、はいうん、それでも複雑でした,けでしたよね。うん、3か月、4か月ぐらいかかったと思います、ねだ,かうん、だからやっぱり開示請求に迅速に対応できるようにきちんと記録を取っておくなんていうこともプラットフォームの側にはピンさんはどうやっていますか、はいまあ、あの今回、ね、日本選手団が法的措置も検討するという声明を出したというのは大きいですよね。うんうん、これがあの大きなな抑止力になると あとはやはり国を代表してるんだから。 何かこう公の存在であるっていうふうに勘違いをしてしまって個人で参加している選手に対してしっかりせよみたいな言葉がだんだんこう過激になっていくともう寝っ転がりながらスマホでピッて書けばいいだけですからねでそれによって非常にこう大きく個人を傷つけているえ下手すればその後のそのスポーツ選手としてのキャリアに大きな傷を残しかねないようなことをやってるってこう意識がまだ薄いんだというふうに思うんでそれ本当に冷静になってね 自分がやってることとはどういういことなのかってていいうのを考えて欲しでですよね、うん、でもねもこ,こういうニュースをこの電波に乗せて発信しているじゃないですかそういう人に一切届かないでそういうことをしてない人に届いてしまうっていう<ー>だから気をつけてる人は気をつけるしより気をつけると思うんですけど、はい、自分がそういうことをやってる人には、ね、一切届かないんで僕はもうやっぱりどんどん情報開示請求するべきだなと思うんですけど、うん、正木さんどうですか弁護士の立場から。 おっしゃる通おっしゃる通りやっぱりスピード感のある、ね、この削除っていうのがご本人の心身ともに守るところになります。 <laughs> なりますので <laughs> 皆さん夏休みですからね。そうなんです。すいません。守るところになりますので、やっぱすごく大切なところだと思うんですけれども、<laughs> うん、プラットフォーム側としてね、スピードスピード感のある削除以外やっぱ事前のね規制というのはやっぱすごく難しいところだと思うので、うん、やっぱりそこのバランス感ってねすごくこれ今後難しいところだなと思います。なるほどね。うん、さあ、えー、この時間は、えー、ここでいっぱいとなりました。この後は木村聡太さんのさらに気になるニュースです。 文化放送のスタジオから生放送でお送りしております、田村敦氏のニュースクラブ、ここで木村草太さんにさらに気になるニュースを伺います、お願いします。統計的差別はななぜいけないけのか。 統計的差別聞き慣れないようかもしれませんが、はい、まず関連ニュースなんですけれども8月の1日日本 IBM と労働組合との間で、うん、AI を使った人事評価について和解が成立したという報道がありました、うん、でこれまあどういう事案であったかというとあの日本2024年の4月に日本 IBM とその関連会社の労働組合が、うん、会社が人事評価や賃金決定の中でいわゆる AI を利用していると。うんうん、でその 内容使い方があまりに不透明だということで、東京都の労働委員会に救済申し立てをしたという事案でした。うん、で、どんなことが問題になっていたかと言いますと、あの IBM が使っていた AI というのは40項目の個人データがあって、うん、えこれをもとに AI が人事評価のスコアを提示して、で、管理職が賃金決定などを行う際の参考にしていたというものでした。うん、で、もともとまずそもそもどんなあの、うん、個人データをあの項目に入れていたのかということすら 開示されていなくて<ー>でその評価項目やそれらが AI によってどのように評価されたのかということの説明がまあほとんどされていなかったということだったわけですでこの事案はあの AI 関連ニュースとしても興味深いんですけれども<ー>私の専門からするとこの統計的差別という観点から非常に重要な事案であるというふうに思いました で、統計的差別って何なのかということなんですけど、うん、まあ、最近の差別に関する研究の世界では。あの、まあ、あの、統計的差別という概念が注目を集めております。うん、で、差別というふうに聞いて、人々が典型的に思い浮かべるのは、人種差別や女性差別で。同じ能力や資質を持っているのに、人種や性別を理由に排除されたりする。うん、で、これは、まあ、あの、目的に照らして、だから、あの、能力のある人を雇おうとかですね。資質のある人に、弁護士資格を与えようとかっていうのは、目的に照らして合理的とは。 言い,難いという行為だったわけです。 でこれに対して統計的差別というのは統計データを取りまして個人の能力や将来の行動を推測して、まあ、統計データをもとに区別を行うということを指します。<ー>で具体例ですと例えばこの人種は過去の犯罪率が高いというデータから警察が積極的にその人種に属する人に職務質問をするとレーシャルプロファイリングと言われるような行動ですね。はいはい、あるいはのいわゆるビッグデータを利用してあのいろんなデータを解析すると例えばどうもこのバンドのファンは うん、仕事でトラブルを起こす可能性が高いらしいぞとかっていうデータが出てきたとしますよね。そうするとその例えば音楽の聴取履歴とかから、うんえー、このデータを見てで管理職にはつけないようにしようとかあの<ー>というようなことがあのできるんじゃないかっていうの起こ,うこ、ね、起こりうるってことです。うん、であのそういった AI を使ったスコア付けがその例でして、うん、だからこの日本 IBM の例も、まあ、どういうデータを使ってたかは完全に開示はされてないんですが、うん、あの本当に本人が全く予想して しなないいいよううデータで賃金を下げられててたとか、えー、っていう可能性があ,の出てくるとあるいはその有給取得率とか<ー>あるいはその育休の取得率、えー、っと会社側はそういうものは使ってないだろうだろうなんですけどっていうようなことをこの労働委員会の中で言ってるらしいんですけれども例えばこういうものがもし入っていたら。 あのあなた有給たくさん取ってるから賃金下げるね。って、それ有給発信に反しますから、<laughs> ね、絶対やっちゃいけないんですよ。うんうん、でも、あのそれが不透明だと、うん、あるいはあのそのデータを直接使ってなくても、うん、有給取得率と関連のあるデータが使われてたら、うん、あの実質使ってんのと一緒ですから。うん、だから情報は開示されなきゃいけないということですね。うで,すねで、この統計的差別の厄介なところは、<ー>あの差別をする。側から見ると統計の裏付けがあるので、うん、何かの目的に照らして。合理的 的ででああるる可能性があるんですよねあの人種差別や女性差別ってあの能力ある人も一緒に排除したので目的に対して合理的じゃないんですけど、うん、あの統計があるとあの会社としては目的の達成に役に立つ っていうのことうなこっちゃうでも逆に差別をされる側からすると、まあ、犯罪捜査でも労働の現場でも、うん、なんで人種や音楽の好みであのこんな評価をされなきゃいけないんだと単なる不快を超えて、まあ、やはり人権の侵害だというようなふうに感じられるんじゃないかということです。こ<う>でこれ比較的新しい問題で、うん、なんで統計的差別がいけないのかっていうことについて、まあ、法学者や哲学者たちが、まあ、今一生懸命考えてるところということですね。ででも皆さんこれ AI 人事の評価してますって言われてその AI はな何をもとに評価しているのかっていうのを可視化してくれないとそれ評価される側は我々会社の査定でもそうですけれどもやっぱこう情報開示されて、うん、なぜこういう査定になっているのかっていうのは自分が納得した上で、うん 受け入れられるんだったらいいんですけど、そうじゃないケース、往々 <laughs>、うん、にしてあるじゃないですか。うん、だから、その時にもう一度ですね。あのー、再査定を、望むとかですね。うん、まあ、そういうふうなことが、まあ、できてるシステムであればいいと思うんですけど、そうでなければね。ね納得できないことは当然ね、復活折衝があるのかないのかっていうのもありますから。だから、これ、木村さん、その、全く、会社に対して、すごく貢献したい。<laughs> 気持ち記憶がないのにもかかわらずその AI の評価ではぐっと上がるっていう逆のケースもあるってことですよね。で,うね、うん、で会社の側とは出てきた数字をそのまま使ってるわけではないと言ってるんですけど、うん、でもなんでそうなってるかが分からなくてやってたら結局その評価に論理的な説明できる人が一人もいない状況で評価がされてしまう。でそれやっぱり相手をすごくバカにした態度ですからやはりあのちゃんと論理を分かって やるってるいうことが重要ですねもちろん AI の評価ってとても大事で例えばちょっとこの人錬金が続きすぎてて、うん、休ませないと危ないぞみたいなアラートを自動で出すとかだと、うん、まあそれはみんな納得すると思うし、うん、管理職もあの自分では気が付かなかったことに気づけたりするっていう、うん、まあ使い方ができると思うんで、うん、AI で何かを評価することが全部悪いってことではないんですけどまさに、うん、あのおっしゃったようにこう。 あの納得できるあるいは自分が何に基づいて評価されてるかを開示されるってことがすごく大事でそれが尊厳ある人間関係ではないかなと思いますよね。ああ正木さんでもこういうあの問題の争い事がこの先起きそうですよねたくさん。 まあすでに起きてきていますしもともと人事評価で合理性がなかったら違法だって、ね、あの法律論も,もちろんあるんだけれども、うん、そこに対して AI の,そのブラックボックス化してしまっているものが、まあ、どこまで表に出せるのかどこまで人間がちゃんと口に出して評価ができるのか、うん、やっぱり最終的な評価で人間がしなければいけないということでやっぱり改めて会社がその評価に対する裏付けですよね。うん、それを まあ言語化してあの根拠をつけるということを改めて意識してやっていかないと人事評価の制度自体がねあの今回緩が緩いでしままうものにななるかなと思います、えー、木村さんこの統計的差別というこの問題今ね僕も今日初めて聞いた問題ですけどこれまた多くの人に知って もらそうですねで、これやっぱり個人情報保護法の中に、不適正な個人情報の利用はしちゃいけないっていう法律が入りました、でやっぱその趣旨をしっかり理解をして、あの会社に役に立ったとしても、使っちゃいけない個人情報もあるんだよっていうことを意識してやっていってほしいなと思いますね。 ね皆さんちょっとこの統計的差別というね言葉今日をにねあの知らなかった人はぜひあの注目しておいていただきたいなと思います田村寿のニュースクラブ東京浜松町の文化放送から木村聡太さんとお送りしております。